皆さんどうもご無沙汰です。しんのすけチャンネルです。今日はねちょっと違う画角からスタートなんですけど、今日はちょっとゲストをね呼んだので、今お迎えの最中なんですけど、まあ、誰がゲストかってね、大体こう僕が親交のある人って指で数えれるぐらいなんで、大体予想づくとは思うんですけど、まあ、昨年ね、卒業された、辞められた方で、一般人なんですけどね、もう2024年度は、まあ、ね、いろいろたくさん応援していただいたんで、ね、お礼を込めてうちの YouTube チャンネルに出てくれないかとお願いをして、スケジュールもあったので今日撮影日なんですけど、久々に会うんですよね。全然連絡もしてないし、元気にしてるのかどうかもわからない。何ヶ月ぶりだろう、だいぶ経つの。一般人になってどんな生活してるのか皆さんも気になってると思うので、いろいろそこを聞いてみたいなと思います。では迎えに行きましょう。ということでゲストは元 SKE48 の日高ゆずきさんです。わーい、明けましておめでとうございます。おめでとうございますどうですか卒業してからは。もう何もない自由な生活を今すごく謳歌してて、めちゃめちゃ楽しんでる。わかるでしょ、この髪色を見たら。本当だよなんか一人でこう一人ごと喋ってさ、髪型こう変な色になってたなと思ったら、目の前から歩いてきて、まさかのまさかだね。ほんと一般人謳歌してるよね。謳歌してる。やっぱその元気中はなんだろう、そのやっぱ暗い髪色でずっとやってたから、でもう25にもなってさ、もう次働くってなったらもうこんなことしてられないじゃん。そうね、もう今だけだと思ったから、もうやってきたよね。やってきたよね。ちなみにいつかけ、あの色入れたの？これは11月中旬ぐらい。でもずっとその色。いや。また次変えたいの、派手髪。違う髪にしたいの。次は何色？次はオレンジがいいんだよね。オレンジ。オレンジにしたい。ちなみにうちの袋実家帰ったら青だったよ。じゃあお揃いしよっかな。やめろ。え、お揃いしよっかな。ママと一緒にしよっかな。ママと一緒とか言うの。でも青もしたかったの。青もしたいんだけど、青っていうかね、紫がかった青だった。あー、なるほどね。え、おしゃれじゃん。おしゃれか。え、おしゃれじゃん。50だぞ。え、よくない。まだ若いってことよね。よくない。え、したいしたい。でも私はなんかそのパーソナルカラーが、そのブルーベイエベだったらイエベ派だから、ちょっとブルーが似合わないかもと思って。まあでもやってみなきゃ分かんないじゃん。そうだよね、やるわ。軽いね。やるわ。次の次ぐらいでやるわ。次の次かね。で、オレンジ遊びたいの。やっぱやりたいんだ、オレンジ。オレンジは似合う自信があるの。それ何、ちなみにそれ何色なの？これピンク。ピンクが。変わんないだろう。変わるでしょ。わかりますよね。ピンク。なりますよね、じゃあ。なりますよ。ちなみに自分の YouTube 何してんの今。自分の YouTube？休憩。無期限の休憩。無期限のね。無期限の休憩しててっていう感じで、たまに見てるよ。あれでしょ？あのお肉食べる YouTube でしょ？お肉食べる。お肉食べる YouTube とかスタバを頼む YouTube。あ、そう。地下だよ。そうだよね。だってあの 1.75 倍速ぐらいで見てる。いや、あの1倍速で見てください。ちゃんと。ハマってんのよ。何を？だから動画とかを倍速で見るっていうのにハマってて。内容入ってくる？入ってこない。でしょうね。
しょうね。入ってこないでしょ。入ってこない。何喋ってるか分かんないでしょ。え、分かんない。なんか基本的に YouTube って自分の作業用 BGM みたいになってるから、うん、そう流しながらみたいな。やっぱそうやって聞いたり見る人多いんだね。うん。じゃ分かんない。私の性格的にこうずっと携帯を見てじっとしてられないの。分かる。分かんないけど。分かる？じっとしてられないから、うん、なんかしながら見るみたいな。じゃないとなんか。入ってこないんだよね。映画に行って映画館ながら鑑賞ってやつ。あ、そう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 。映画は映画はじっとできる。何が違うのそれ。映画はじっとできるんだけど、ポップコーンは買う。買う。ハーフハーフ。味はハーフハーフ。あー、いいね。絶対にハーフがいい。一個飽きちゃうじゃん。まあね、始まる前に何味。何味。塩とキャラメル。うわ、一緒。それしかなくない。え、逆に教えて。いや、それしかないでしょ。無駄話しかしない。無駄話しかしない。無駄話でかれこれも10分ぐらい走ってんだ。取れたか最高でしょ。出会いから話して。はいはい、出会い、はい、出会いは、出会いはってなんか嫌だな。嫌だ、嫌だ。俺も嫌だよ、言われんの。でも、それが出会いじゃん。いや、まあまあ。え、でも私はあのテレビで見てた人だからやっぱスターなわけじゃん、はい、でそんな人とあのこの日あの1対1のなんか取材がありますみたいなのを自分がもともと担当してたラジオの一枠のコーナーとしてなんか企画をしてくださって、うん、で私はもう舞い上がるわけですよ、うん、みたいな、うん、あの人とみたいな感じでノリノリルンルンで、うん、取材に向かって、その場所が名古屋球場だったんだよね。そうだね。私が、まあ、先についてて、でラジオの方とマネージャーさんと3人でこうそわそわしたらドーンってジャーンって開けてないよ。失礼しました。そう、ドーンって来て、そこが初対面だったんだよね。そうだね。 そう、でそれでまあいろいろ、まあ、同い年っていうこともあったからなんかそういうような話もしたりとか、まあいろんな話をしたよね。覚えてる？覚えてるよ。あ、そう、すごいね。え、何の話したか覚えてないよ。あ、それを聞いてたの。あ、そういうこと。このあ、そっか、何の話したかちょっと覚えてないかも。どうだったっけね。でも私めちゃめちゃ緊張してたと思うんだよね。うん、緊張してたくない？私緊張してたと思う。え、だよね、うん、で、8年経って。うわ、8年も経ったのか。8年も経ってる。怖っ。大人になりました。大人になりました。そうね。そう、18とかだったからね。そうだね。20、もう26ですよ。怖い。でも25。4月1日か。でも25。そうなんだよね。びっくり。8年の中ということで。うん。全然連絡もしてこないけど。いや、気使ってんなよ。気使ってるとかじゃないよ。気使って飯連れてけとか言いながらさ、全然予定も送ってこないしさ。じゃあなんか忙しそうにしてるのよ。忙しくないよ全然。本当に、うん、でもなんかさ、いつが暇っていうか、いつが時間あって、いつが忙しくてとか分かんないじゃん、こっちスケジュール、うんうん、試合あるないは分かるよ。投げる投げないぐらいわかるけど、そう、投げないよ、何してんだろうみたいになって、そのタイミングを伺い続けたらできないよねっていう。いや、今してくんなよって思われたらちょっとうざいじゃん。別にそんなね、今してくんなよとは思うことはないよ。別に全然。本当に？いや、そうなんだよね。ちょ、連れてってくれなくて。連れてくれなくてじゃないんだよ。違う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 。連れてってくれないんですよね。でバーベキューやろうみたいな話してたから。そうだよ。じゃあ予定送って、行ける日、じゃあできる日言ってねって言ったら、うん、全然そっから、そう、既読もしねえよ。そう、私 LINE で苦手なんだよね。 LINE が苦手なんだよ、許して。じゃあ何が得意なの。ね、文通か。文通や。あ、電話、電話、電話が好きなんだよ。電話の方が手っ取り早く終わる。電話、手っ取り早く。あんた一回電話したけど1時間ぐらい電話したわ。びっくりしたわ。そう、あ
話し、お笑いやん。やっぱそう、聞いてほしいだけなんよ、こっち、多分。うん、私はそう、まあね、聞いてほしいだけで、ね、聞いてほしい相手がその時あんまいなかったから。友達いない。ちょうどいいと思って。マジいる。マジいる。いるね。いる。少ないけどいるよ。ちゃんといる。地元も大学もいる。よかったよかった。でしょ？ちなみに今一般人として何してるの？今？うん、まず10月で辞めます。うん、10月で辞めたらもう次10月末ね。あ、そう10月末に。うん、やめたら一人で4日間ぐらい韓国に旅行に行ったのね。まず一人で。そう。じゃあ韓国語喋れるの？いやいや韓国は優しいし、なんとなく単語もわかるし、うん、まあ、K-POP とかも好きだからカンドラとかも見てるし、なんとなくの言葉はわかるからちょこちょこは喋ってたけど、うん、でも韓国って一人で行きやすいからさ、一人で4日間行って帰ってきたら、次の週から免許合宿に行ってきた。2週間。免許合宿。何の？車の。あ、持ってなかったの？持ってなかったの。いやー、ひどいな。なんで？でも行けなかったの、タイミング的にね。うん、でタイミング的に行けなくて、てかなんだろう、行けなかったらさ、お金かかっちゃうじゃん、プラスで。あ、そうだね。私ケチだから絶対にそれ以上お金かけたくないわけ。自分で言うな、ケチとか。絶対に出したくないわけ、うん、いや、そうなるんだったら別に今いらないかと思って、まあ辞めた後に取りに行こうみたいな感じで、もうすぐ取りに行って、うん、で一個も落ちずに受かったの、すごくない？何にも落ちなかった。仮面も。え、すごくない？知らないけど、その、わかんないけど、いや、もう大体みんな一発なんだ。あ、そうなんだ。そうだよ。あ、そうなんだ。ちなみに俺も一発やと思う。そうなの？そうだよ。で、今にいたろう。で、今に。普通に仕事も何もしてないってじゃん。今はしてない。でもなんか1月2月とかなんかバイトしたいなって思って今探してる。バイト？バイトしたい。バイトしたことがないから、ちょっと経験してみたいなと思って。そう、だからどんどん仕事始めの月を遅らしちゃってんの。最初は1月から働こうみたいになったけど、はいはい、いやでももうちょっとやりたいことあるわって思って2月になって、いや2月からだとちょっとなってなって3月みたいな、どんどん遅れてる。仕事しする気ないです。するよ。てか鼻水止まんないんだけど。風邪か。じゃあなんか昨日あのおばあちゃん家に行って、でいとこが猫を連れてきてたの。猫アレルギー。そう、猫アレルギーで会わなかったんだけど、他の子がその猫ちゃんと戯れた後に私と会ってるから、もうそのアレルギー発動したよね。でもその猫アレルギー治す、うん、治りますようにで、うん、初詣行くか。そうだね。確かにね。ちょっとこの先いろいろ不安だし。そうちょっとお願いしに行こう。お願いしに行こう。まだ行ってないしね。うん、せーのする？せーのする？はい、せーの。はい。待って！俺知らないよ。結婚は、うん、意外に身近に赤い糸で結ばれている人がいる。今後の仕事は？今後の仕事は、いやもう多分表舞台に立つことはないので、うん、もうぼちぼち目的地つくから。終わりだよ。あと3時間ぐらい喋るけど。なんで？俺喉枯れるわ。